大問9、図形の証明問題です。テストの時には気が焦るものです。心を落ち着かせるためにも、なるべくゆっくり問題を読みながら与えた条件を図に入れていく、そういう作業をしましょう。下の図は角 ADB、BDC、角 ADC がすべて90度。で、DB イコール DC の三角錐である。立体が来ましたね。立体が来て証明の問題ですが、立体になっている分、むしろ証明自体は簡単になっているはずだぐらいに考えていいです。で、DB イコール DC、このうちの90度は入っているので、DB イコール DC は入れていく必要があります。こう書いたら分かりにくいんで、まあ、例えばこういう書き方。するといいと思います。これで DB イコール DC が分かりました。で、また辺 AB、DB、DC、AC のそれぞれの中点を P、Q、R、S とする。AB の中点が P なので、この AP と PB の長さ一緒ですね。で、DB の中点が Q なので、DQ と QB も一緒です。で、DC の長さも、これは同じ記号を使っていいですね。この長さが一緒だから、それぞれの中点を取った DR と DC の長さもそれぞれ一緒です。で、AC の中点が S。まあ、AB イコール AC っぽいけど、その条件は与えられてないので、3つずつ。3つチョンを入れましょう。まあ、与えられた条件はこんなもんですね。問題は、四角形 PQRS。これが平行四辺形であることを証明しなさいという問題です。で、平行四辺形であることを証明するということは、少なくても平行四辺形であるための条件、これは出てこないといけませんね。で、ここでは書かないよ。みんな自分の教科書を見て、覚えてない人は自分で教科書を見てまとめるとか、まとめて覚え出すとか、そういう作業を絶対してください。で、5つあって、で、4番が、まあ、教科書によって多少違うかもしれませんが、2つの対角線が、互いの中点で交わる。そして5番が、書けねえな、これ。5番が、一組の対辺が、対辺は教科書によって向かい合う辺となっているところも多いです。対辺が平行で等しい。一応言うだけ言っとくと、1番が2組の対辺がそれぞれ平行、2番が2組の対辺がそれぞれ等しい、3番がそれぞれの対角がそれぞれ等しいです。で、平行四辺形であることを証明しなさいと言われたら、まず第一に、この5番、一組の対辺が平行で等しいを使うものだと思って大丈夫です。4番で証明した方が簡単な問題も多く出題されますが、4番で証明できるものは必ず5番でも証明できます。いいかな。ですから最初から5番で考えればいいってこと。で、その5番の方での方針、これを探している途中で、あ、4番の方が簡単だなとか思ったらそっちに行けばいい話で、まあ、まず第一にこの5番、一組の対辺が平行で一緒し、これを使うものだと思ってください。で、あとこの問題では中点がたくさん与えられていますね。中点がたくさん与えられている以上、中点連結定理扱うだろうと思ってください。でね、中点連結定理ってね、もうかわいそうなんだよ。名前が難しそうだからみんな敬遠してるだけで、こんなに簡単で便利な定理はないよ。簡単に言うとね、こう三角形、どんな三角形でもいいよ。三角形 ABC があったとします。で、AB の中点、もうどこでもいいんだけど、2つのこの、これとこれが一緒で、これとこれが一緒にしようか。で、これ M ね。三角形の3辺のうち2つの辺の中点を取って結ぶと、まさにそのまま中点連結定理だから結ぶと、もうその辺はもう一つの辺、この場合だと BC と平行だし長さが半分だ、と書いておくと MN が BC と平行だし、
MN の長さは BC の半分だ。これをわざわざ掃除の証明をしたり、その掃除費が1対2だとか、そんなこと言わないで、そんな証明いらないで、中点同士を結べばもうそれだけで平行だし、長さが半分って言っちゃっていいんだよって、そういう定理。本当は簡単、今から証明でやってみて分かってくれると思うけど。ですから、中点連結定理は考え方としてね、考え方として中点連結定理を使えたらラッキー。むしろ積極的に中点連結定理使えないかって考えていきましょう。そうすればね、証明問題本当にねできるようになる。考え方の違い、なんかいろいろできて、ああ中点連結定理使うのかと思ってるようじゃやっぱ証明できなくて、中点連結定理使いたい使いたい使いたい、ああ使えるラッキーと考えればできます。じゃあ証明に入りましょう。あ、でこういう回答欄の場合、最初こう真ん中を半分にして、でこちら側に済ますつもりで、足りなかったらこっちに行く、そのくらいでいいです。で、どう使うか考えてみると、例えばこの三角形ね、三角形 ABC、まあ明らかに中点連結定理が成立してるよね。ということでこの PS はこの BC と平行だし、長さは BC の半分だと分かります。で、あと中点がたくさん与えられてる三角形としてこれがありますね。こちらの三角形でもこれ中点ですから、この QR の長さは、あ、QR は BC と平行だし、長さは BC の半分と分かります。PS も QR もどっちも BC と平行。平行の平行は平行と、まあ正式には教科書には出てきてませんが、うん、普通に使っていいということになっています。で、長さがどっちも BC の半分だから、PS と QR の長さが一緒、等しいってことも言えます。で、これで見事にこの一組の対辺が平行で等しいってことが言えたことになります。まあ、ここまで言えばもう自分で書けると思うけど、一応最後までやるからね。平行四角形 PQRS においては書かなくてもいいです。書きたかったら書いてもいい。注目する三角形はこちらです。三角形 ABC。三角形 ABC において、三角形 ABC。あ、こっちから行くよ。こっちからでもいいけどね。この点 P と点 S に注目。点 P、点書かなくていいや。S はそれぞれ、辺 AB、あ、1個は書くんだよ、絶対にね。点 P、点 S はって書いてもいいし、点 P、点 S はって書いても通じるんで全然大丈夫って意味。辺 AB、こっちも書かなくてもいいけど、ないとバランスが悪いから入れるか。辺 AC は、中点であるので、やっぱ合わせてこっちも点 S って書いておこう。まあテストだからね、ちょっと丁寧めにやった方がいいよね。点 P 点 S はそれぞれ辺 ABAC の、ちゃんと確認しながらよ、 ABAC の中点であるので、でここでね、もう中点連結定理が成立してるってことなので、わざわざ入れなくてもいいけど、まあ中点連結定理大好きだって気持ちを込めて入れましょう。中点連結定理より、うん、注目するのはこの四角形の辺の PS だから、 PS は BC と平行だし、 PS の長さは BC の半分ですよってことを言うね。これが丸1。あ、さっきの説明分かんなかったかな。あの模範解答でね、これ中点連結定理よりがないやつが多いんだけど、それはもうこの段階で中点連結定理が成立してるって言えてるから。でもまあせっかくここまで考えたので入れた方が気持ちいいんでね、入れましょうね。で次こっちの三角形、三角形 DBC で考えましょう。三角形 DBC において、同じように点 Q 点 R は、点 Q 点 R はそれぞれ、今度は辺 DB と辺 DC です。辺 DB、 辺 D、 ちょっと切れちゃって、上切れちゃっててごめんね。 DC の中点であるので、こうね、それぞれ中点ね。で同じように QR は BC と平行だし、長さが半分と言えます。中点連結定理より、ここに書けるけど見やすいからこっちに行くね。QR も BC と平行だし、 QR 長さは BC の長さの半分、
で、丸2番。まあ、目標はね、PS と QR が、もう最初はこれ PS と、はっきり言うというかね、PS 平行 QR と PS イコール QR、これがね、もう最終的な目標。最初これをちゃんと意識してってこと。出てきたように PS、QR、PS、QR。PS で、これ BC 一緒だよね。どっちも BC と平行だから PS 平行 QR。で、どっちも BC の長さの半、BC の長さの半分だから PS イコール QR と言えます。で、そこら辺は丸1、丸2よりで大丈夫です。丸1、丸2より PS 平行 QR。PS イコール QR いいね、よってこの平行四辺形になるための条件です。一組の大辺が平行で等しいので、ここちゃんと書きましょうね。四角形 PSPQRS は平行四辺形である。大変だろうけど、大変というか面倒くさいと思うかもしれないけど、思わないよね。ここまで書けるとしたらもうこれは勝者、勝ったものの勝者の特権だよね。この辺を書くのはね、は平行四辺形である。これで証明完了です。